なんか馬部さんこのままなんか殺されそうだな、なんかさあ真ん中へどうぞ。うわー、ガラシャツがいっぱいいる。広い今のソファーに馬部は座らされた。山吹がすぐに自分の組の手下に耳打ちする。なんかさ、こうヤクザ系の事務所のソファーってさ、必ず黒革って感じするんだけど、私だけ？やつに飲ませるから適当なところで車に乗せろ。これ以上かき回されないうちに始末する。うわっ、始末って言ってる。やっぱり、しかし取り決めが、逃げ出したことにするさ。そのひそひそ声が馬部の耳にまで聞こえる。そっか、山吹の裁量で始末しちゃうってことか。血の気が多そうな組員たちにぐるりと取り囲まれ、馬部はなんだか猛獣の檻に放り込まれたような気がした。もう猛獣だよ周り。数本のブランデーが並べられた。ふっ、まずは乾杯といきましょうか。馬部の正面に座った山吹がいい。二人のグラスにブランデーが注がれた。酔わせるんだね。ブランデー、果実酒を蒸留し、菓子樽に長期間貯蔵して熟成させた酒。うん。庶民の家では主に鑑賞用としてそのボトルが飾られ、中身を飲むのは何かいいことかっこ、あるいはやけになることがあった場合に限られる。偏見だって。まあそんなイメージあるけど、ここにいる連中はほとんど私の身内です。初めて見る顔も多いでしょう。全部初めてですね。そうだな。では元兄貴分の健闘を祈って。山吹は不敵に笑うと一気に煽った。一方馬部は唇を濡らしただけ。酒が気に入りませんか？そうじゃない。それとも私とは飲めないとでも？山吹の表情がスッと凍った。いただくぜ。いやでも馬部さん偉いな。偉いよ、ここまで来てずっと牛尾さんを貫いてんだから。偉いよ。お酒強くなんじゃね？馬部はグビグビと喉を鳴らして飲んだ。ぐっ、どこか正気はあるのかな。すぐに次が注がれる。うわーやだ。どうしました？何が？牛尾さんは必ず駆けつけ三杯でしょ？おいお。気が遠くなりかけながら注がれるままにブランデーを流し込んでいく。これどう思ってんだろう山吹。飲み干した途端、馬部の頭はカクンと前に倒れ動かなくなった。なんかおかしいなぁとは思ってんのかな。それを見越してわざと飲ませてんだよねきっと。牛尾？山吹の声が遠くで響いた。大菓子、これが本当に暴れ牛なんですか？聞いた話とは随分違いますぜ。組員たちが口々に言っている。確かにどこかおかしい。山吹は馬部をしげしげと見た。とりあえずこのまま外へ運び出せ。あとは車に乗せてからだ。はい。やだ、もう東京湾に沈められる。ガラシャツともう一人が馬部の腕を取った。いや全員ガラシャツやん。けっ、だらしがねえ。この牛虚勢されてんじゃねえか。けけけ、虚勢。動物の繁殖や凶暴化を防いだり、上質の肉を得るようにするために生殖腺を除去すること。あ、上質の肉を得る、そんな目的あるんだ。元来オスについて言う言葉、人間のオスが生殖腺を取り除く場合は決して上のような理由からではない。そうだね。なんだと？馬部はゆっくりと顔を上げた。誰に向かって言ってんだこの野郎。馬ちゃん、いきなりボトルで殴りつけた。ギャー！馬ちゃん、馬ちゃん何？酔うとこうなるのもしかして？ガラシャツは頭を押さえて転げ回る。やろう！若い衆がさっきだって立ち上がった。山吹は馬部の意外な行動に息を呑む。生きがるんじゃねえひよっこどもが！馬部は一喝した。馬ちゃん目覚めた？目が完全に座っている。過度のアルコールでどうやら切れたらしい。いいか、こっちはてめえらが鼻垂らしてる時から刃重ねてきてるんだ。何百回となく死んできてるんだよ。
牛尾の数々の武勇伝を聞かされている若い衆は思わずたじろいだ。多分これ演技のこと言ってるな。足洗った人間が今さら何言ってやがる。山吹が前に出た。誰が足洗っただと？バカ言うな。俺はヤクザの顔役としてこれからどんどんのし上がっていく男だ。馬部は銀幕にかける意気込みを言った。おお。銀幕、スクリーン、転じて映画または映画界のことを言う。かつては銀幕のスターであるとか銀幕の女王という言い方があったが、今や映画だけでしか見られない役者はほとんどいないため死後になりつつある。ああ、そうなんだ映画界のこと言ってんのね。やっぱりそうか。狙いは組長の跡目だな。へっ、組長なんざ今もうやってら。組長その9括弧13で完結。岩松組組長岩松残次郎のこと。ネギポンを失い周りは長坂組組員たちに取り囲まれている。岩松組長万事休す。その時公園の一角から声が響いた。独走させてもらいます。見ると口に赤いバラを加えた白いスーツ姿のチョリソ博士がベンチの上に立っている。かっこ続く。てか独走させてもらいますってしかもベンチの上に立つっていうね、シュールすぎるわ。なに？俺はな、もっと主役になるんだよ。どういう意味だ？頭から血を流してガラシャツが起き上がった。いやだから全員ガラシャツだって。ちくしょう。手には土装を握っている。お、ヤクザの定番アイテム。この春注目の剣なってね。なんだてめえのその構えは。馬部は怒鳴りつけた。そんなんで客の目引きつけられるかよ。全然なってねえ。ちょっと貸してみろ。怖いよ。刺すぞ。だからそうじゃねえ。おお、ギャッ。馬部はガラシャツにグラスを投げつけた。うわ、そっか。馬ちゃんも牛尾さんと同じで意外とこっちの道も合ってるのかもしれないね。なんかやっぱり今回もアンジャッシュ的な会話の噛み合いがあるけど、ガラシャツは額を押さえてうずくまる。馬部はドスをひったくった。ドスをひったくるってだって酔っ払ってるからってできないよね、なかなか。俺が刺し方を教えてやる。組員をはじめさすがの山吹も動きが止まった。怖いね。少し狭いな。おい、そこのヒゲ親父、お前ちょっとこのテーブル笑え。笑え？そうだ、早く笑って場所開けるんだよ。笑ってって何？方言？グズグズするな。ヒゲ親父はテーブルに向かって笑った。あ、本当に笑った。笑ってんじゃねえこの野郎。馬部は思い切り蹴飛ばした。本当に怖いね、馬部さん。牛尾さんより怖いんじゃね、もしかして。邪魔だからテーブルどけろって言ったんだ。そんなことも分からねえのか、この年老いが。あれかな、もしかして撮影の時の用語かな、笑えって。若い衆は唖然と見つめている。分からねえ。馬部さん本領発揮だね。ほら、いつまでも転がってねえでさっさと立て。ううくそ。ガラシャツは馬部を睨みながらヨロヨロと立ち上がった。俺は刺す方だって得意なんだよ。いいか、これが人生劇場鴨田浩二の構え。そして我がケンさんの網走一番街がこうだ。もう作品名まで出しちゃったじゃん。人生劇場のティップ。喜怒哀楽の激しい主人公の橋脚が波乱万丈の人生を送る鴨田浩二主演の古い任侠映画。当時鴨田は同タイトルのレコードを出し、その鼻をつまんで歌う仕草が受けて大ヒットを飛ばした。あー、網走一番街。網走一番街という架空の歓楽街で繰り広げられる抗争事件を描いた片倉健主演の古い任侠映画。あ、片倉健は知ってるよ。片倉はその後テレビの CM で「ブキッチョですから」という流行語を生んだ。あ、なんか聞いたことある気がする。あれ、本当にいる？いるよね、多分。網走ってあれでしょ、北海道でしょ、確か。網走刑務所の。馬部は無造作にドスをガラシャツの太ももへ突き刺した。うわ馬部さん、馬
ちゃんさ、いくら酔ってるからとはいえさ、やらないよね、ここまで普通。ギャー。ガラシャツは太ももを押さえて床を転げ回る。若い衆は色を失った。ガハー、いいぞその表情だ。いで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 、血もリアルにできてる。お前刺される方はうまいじゃねえか。その感じを忘れるなよ、ガハハ。いやいや本物なんだけど、なんでこの状況で偽物の血のりだと思えるの。若い組員たちはビビってしまい声も出ない。あ、夢の中にいるとでも思ってんのかな。やばいな馬ちゃん。な、何ボケっとしてんだ。早くいつもの医者連れてけ、かかりつけ医に。山吹がカットとなった。へい。ガラシャツは3人がかりで運び出される。ちきしょう、覚えてろ。ち、もっとマシな捨て台詞は言えねえのか。アドリブの下手なやつだ。次、誰か刺し方教えてほしいやつはいるか。若い衆はブルブルと首を横に振る。演技指導しちゃってんだ馬ちゃん今。やっぱり暴れ牛はむちゃくちゃだ。さてと、馬部は遠くを見るような目で言った。うん、この町も住みづらくなった。そろそろ潮時だ。ま、待て、どこ行く気だ。さあな、当てのねえ旅さ。これらは去年早くで出演した時代劇ザトン1シリーズの主役、あ、これわかんない、なんとか新郎太の名台詞だった。もう全部早くなんでしょどうせ。ザトン1、壺振り名人ザトン1が全国各地の賭博場を暗夜する姿を描いた沸騰の塔か当新郎太主演の時代劇。毎回ラストで勝負に負けたヤクザ者たちがザトン1を殺そうとするが、ふんどしに隠した担当で逆に居合切りにするというパターンが人気を博している。これザトウイチが元でしょ多分。ザトウイチっつったら私あのタップダンスのシーンしか知らないんだよな。今度見てみようかな。てかふんどしに担当隠せる。どうやって隠すの。挟むの。山吹が若い衆に目配せをする。組員たちは左右から馬部の腕を取った。お、送ります、どうぞ車まで。馬部はカット、二人の髪の毛をわしづかみにして打ち当てた。うわー、パイナップルペン、キメで邪魔するんじゃねえこのバカどもが。そのまま放り投げる。ペンパイナップルアップルペン、ソファーやテレビが倒れサイドボードがひっくり返った。ピコ太郎。馬部はさらに若い衆を踏みつける。たく、てめえら何年この世界で食ってやがるんだ。読むの楽しい。あれ待って、ちょっと待って、コントローラーが動かねえ。ちょっと待って、あれちょっと待って、何年この世界で食ってやがるんだ。はい、充電してきました。もう申し訳ありません。頭のネジ飛んでんな馬ちゃん。今はめちゃくちゃになった。山吹ももう端に追いやられてんじゃん。馬部は背広を脱いで肩に引っ掛けた。何か困ったことがあったらいつでも呼びな。アバよ。それは正月映画渡り鳥紅の空の主役川林明の決め台詞だった。なんかもうえつに言ってんだろうな今。渡り鳥、はい、サックスを抱え馬に乗って全国を旅する主人公が旅先で出会った人々を悪漢から救うという完全懲悪のストーリー。主演の川林明はガンマンスタイルで、立ち寄った酒場もなぜか西部劇風という無国籍映画。てかサックス抱えて馬乗るってめっちゃ大変そうじゃない。超かさばるじゃん。馬ではニヒルに笑って今を出た。主役気分なのね。誰も後を追えなかった。いやでもやばいな馬部さん、かなりやばいやつだよね。馬部は肩で風を切って白峰邸を後にした。エルイコさんはどうなった。それは右原裕次郎、あ、石原かな、風を呼ぶ、風何これ、なんとかを呼ぶ男の有名なラストシーンの形だった。白身を呼ぶ男、嫌な男だな。ある組織から命を狙われている男の逃亡劇。
組織は彼と関わった人々に対し、生き血を吸うかのようなひどい仕打ちに出る。男は命がけで彼らを守るが、自分のせいで危険な目に遭わせたと、その土地を後にする。主演の右原裕次郎は、独走最前線のライバル番組、大腸に吠えろのボス役で活躍中。なんかお腹壊してそうだね、大腸に吠えろ。お腹壊しっぱなしの男の話。馬部はふらふらと無人の自動遊園に出た。やめなよ。通報されちゃうよ。北域があまりなく、隣接するビルに3方を囲まれている。あ、でもなんかこういう感じの場所好きだな、なんか。圧迫感があって、子供など昼間でも近寄りそうもない小公園だ。疲れたサラリーマンが休憩するんだよ。馬部はドスンと砂場に腰を下ろした。結局何？なんかもう三次の首とか取らなくていいってことになったのかな？今ので。その途端、こと切れたようにばったりと倒れた。ルイコさんどうしてるかな今。へっくしゃん！馬部は自分のくしゃみで目が覚めた。おう。どんぐらい寝てたの？周りを見回す。地面が濡れていた。結構寝たね。もう夜でしょ、これ。屋根の下にいたので自分は濡れてないが、どうやら雨が降ったらしい。どこだ、ここ。行って。頭がガンガンする。山吹に飲まされたところまではおぼろげに覚えているが、その後の記憶がない。うわ、やば。一番酒飲んじゃいけないタイプだ。ダメだ。思い出せない。でもどうしてあそこから出られたんだろう。なんかもうどうしてもお酒飲んでる最中のあの暴れっぷりが本性なんだろうなって思っちゃうな。馬部は体を確かめてみる。どこにも怪我はない。無事だ。助かった。馬部はゆっくりと立ち上がった。あ！思い出した。明日までに三次の首と拳銃を持っていかなければ殺される。その話はさ、まだ継続してんの？なんかなーなーになっていいことになったんじゃないの？どうなんだろう。だから解放されたのか。三次を見つけるなどとんでもない。見つかったら逆に殺されてしまうだろう。どうしよう。安全なところは一つしかない。馬部はまたロケ隊を探して再び歩き回る。そうなるのか。今回はね、ルイコさんがたまたま見つけてくれたから白峰邸に行ったけど、次はどうなるんだろう。あ、終わった。もう夜だよね。ヒント、馬部が必死の思いで探していることなどつゆ知らず、当のロケ隊は牛尾と共に夕食をとっていた。食後のロケバスでのティップから、馬部のその後の出来事までザッピングできる。ああ、じゃあまだ一日続くんだ。Thank you.